はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、健康の話だったりとかストレッチの話はですね、全くする気はありません。はい、今日はですね、どんな話しようかというと、私の母校の話をちょっとさせていただければと思うんですね。なので、ストレッチの話とか健康の話が聞きたい方は別の動画見ていただければと思うんですけど、まあ、なんで私の母校の話をさせていただくかというとですね、まあ、私のですね、まあ、母校、まあ、高校なんですけども、神奈川県にある横浜平沼高校っていう高校がですね、全国サッカー選手権のですね、応援ダンス企画にですね、大抜擢されたっていうことなので、まあ後輩の子たちからですね、拡散してくださいっていうようなお願いがあったので、ちょっと私のですね、この YouTube のですね、動画で拡散させていただければと思ってですね、動画を撮っているのが、まあ、一番の目的になります。なので、私のですね、後輩の子たちがですね、こうキレッキレのダンスを踊っているので、もし興味があれば下にリンク貼っておきますので、見ていただければと思います。はい、まあ、ダンスといっても、なんて言うんでしょう、こう創作ダンスっていうんですかね、すごくこう綺麗な、まあ、ポップなダンスっていうよりも綺麗なですね、こう本当素晴らしいダンス、あ、なんか後輩の子たちこんなに頑張ってんだなっていうような感じで、昨日ちょっと感動してですね、私の妻も高校の同級生なので、今あの子たちこんな風に頑張ってるらしいよみたいな感じですね、まあ、私の高校の中の校舎の中とかですね、はい、校庭とか、まあ、そういったところも見れたので、すごく懐かしかったので、興味があれば見ていただければと思います。はい、で、まあ、今回ですね、いいきっかけなので、ちょっと私の母校の話とか高校時代の話もですね、できたらなっていうふうに思っています。まあ、興味があれば見てください。興味がなければこれでストップしていただいて結構なんですけども、まあ、私の高校ですね、私の高校、さっきも妻も同級生って言ったんですけど、私の妻も高校の同級生で、まあ、母校はですね、まあ、神奈川県にあるですね、横浜平沼高校、まあ、県立の高校なんですけども、まあ、横浜市、まあ、神奈川県では結構歴史がある高校なんですね。で、私は101期生なんです。101期生で、で、今なので現役の子たちは117期生とか118期生っていう形なんですね。まあ、101期生なので、新しい一世紀を担う学年ですよっていうふうに言われてですね、おおって思っちゃったりしたんですけども、まあ、先輩でですね、有名な方でいうと、岸恵子さんって、女優の岸恵子さんがおそらく50何期とかになると思うんですけど、あとは最近で、まあ、分かりやすい方、分かる方でいうと、アナウンサーの羽鳥さんとかですね、羽鳥アナウンサーとかも先輩だったりします。はい、まあ、横浜駅から徒歩5分の高校なので、まあ、すごくですね、遊べる高校っていうイメージでしたね、私は。はい、まあ、なぜかというとですね、その上にもう一つトップ校があったんですよ。トップ校の高校があって、その下に私たちの高校があったんですけど、そのトップ校に行かないで、横浜駅近いから平沼高校行こうかなっていうようなですね、子たちも結構多かったです。実は私もその口でした。はい、で、まあ、そうですね、そこの高校は、まあ、先ほど言ったように、中学生の時は勉強ができる、中学生の時に勉強ができた子たちが集まる高校だったんですよ。はい、まあ、なので、いわゆるですね、まあ、頭いいっていうところとはまた違うとは思うんですけど、勉強ができる子たちが集まる高校で、まあ、さっきの頭いいっていう話にもつながるんですけど、すごく印象的だったのがですね、体育の先生にですね、高校1年生の時に言われた話がすごく印象的で、お前らは頭がいいわけじゃないからって言われたんですね。お前ら頭いいんじゃなくって、記憶力がいいだけだからみたいなこと言われたんですよ。はい、まあ、中学生の勉強なんて全部記憶力テストだから、お前らは頭いいじゃなくって記憶力がいいだけだよみたいな言われてですね、その時はちょっとですね、まあ、ムッとしたというか、もう私もやっぱり中学時代頑張ってきたっていうようなですね、まあ、自覚があったので、なんでそんなこと言われなきゃいけないんだろうって思ったんですけど、ただ確かにですね、高校1年生の後半くらいにはもう気がつきましたね。あ、自分は頭がいいんじゃないんだなって気がつきました。やっぱりですね、その中でも頭いい子ってやっぱいるんですよ。勉強できるだけじゃなくて、本当に頭いい子っているんですね。はい、まあ、何かっていうと、勉強あんまりしなくても勉強できちゃうような子とかいるんですよ。すごいやっぱ頭の回転が速くって、すごく合理的で、すごくこう要領がよくって、はい、まあ、それがですね、まあ今回、まあ
今回の現役の世代じゃないですけど、私の、世代の私の同級生のダンス部の子たちってそんな感じでしたね。まあ、ダンス部の子たちって今の現役の子たちはすごく頑張って全国大会で出てるような子たちなんですけども、私たちの同級生のダンス部の子たちって、まあ、文化祭の時に発表をしたりとか、まあ、定期的に、校内で発表したりとか、まあ、それくらいの、まあ、軽いって言ったらあれですけども、今の子たちよりもそんなにこうガチンコでやってる感じではなかったんですよね。まあ、すごくこう女の子たちは可愛い子がたくさんいたりとか、まあ、男の子たちは結構こうちょっとチャラチャラしたような子たちが多かったりとか、まあ元ジャニーズの子がいたりとかですね、はい。まあ、すごく私もダンス部の子たち仲良かったのでこんな感じで言いますけど、ただダンス部の子たちってやっぱり私は運動部だったので、運動部とはまた違うんですよね。もう遊びまくってますし、遊びまくってるくせにすごい要領良かったですね、ダンス部の子たち、はい。だからもうみんなほぼほぼ大学に行くような高校だったので、私は専門学校でしたけども、大学に行くようなところでやっぱりダンス部の子たちってその中で飛び抜けてましたね。もう本当にいわゆるその早慶上智って言われるような、早稲田慶応上智とかその辺の大学にポンって入ってましたし、まあ運動部の子たちがこう劣ってたっていうわけではないですけども、ダンス部の子たちあんな遊んでんのに勉強してる感じしないのにすごい要領良かったなっていうような感じがしましたね。これ何の話ですかね。まあそうだ、私の高校時代でそんな感じでみんな大学に行くような高校だったんですけども、私はですねそこでやっぱり自分が頭いいわけじゃないということに気づいたので、だったら要は勉強とかそういったところで勝負しても絶対ダメだと思ったので、じゃあ自分がやりたいこと、自分のこうやっていきたいことを極めて行かなきゃいけないなっていうところをやっぱり感じたんですよ。もともと私中学で高校入った時薬学志望だったんですけど、薬学志望になった理由っていうのもすごい単純で、中学の時の先生がですね、理科の先生がエイズの薬を作ったらノーベル賞もらえるよっていうふうに理科の先生が言ってたんですね。菊池先生って言うんですけど、はい、で菊池先生が言った時に、あ、ノーベル賞もらったら友達に自慢できるなってふと思ったんですね。だったらノーベル賞もらいたいから薬学部に行こうって思ったんですよ。で、私のまあ高校の、平沼高校って薬学部の推薦枠とかあったんですね、はい。指定校推薦って言ってあったんですよ。で、それだから入ったっていうのもあってですね、ただ入ったらやっぱり薬学志望の子たちってもう思いっきり勉強できるし、まあ、頭いい子たちだったんですよ。まあ、こんなのには勝てないなっていうふうにすぐに思ってですね、だったらなんかないかなっていうので、私もまあ柔道やっていて腰痛めたりとかして、じゃあこれをですね自分の仕事にしたいな。で、自分が腰が痛くっていろんなとこ行ったんですけど全然良くならなかったんですよ。で、腰痛の治療に対して現代の治療ってこんなもんなんだって高校生ながらにすごいがっかりしたというか失望したところがあったんですよ。だったら自分がこれを極めたいなって思ってすごくやる気になったんですね。で、調べてみたら専門学校しかなかったんですね。大学とかも一部ではあったんですけどほぼ専門学校だったんですよ。で、まあ、横浜市内にも専門学校があったのでそこに進学するっていうことを決めたんですけど、ただ同級生からはやっぱり、まあ、みんなじゃないですけど一部の同級生からはですね、お前は専門に逃げたのかみたいなことを言われましたね。やっぱりみんな大学に行くような子たちだったので、まあ、確かに専門学校ですね、入るの簡単でした入るのすごい簡単でした。ただ志望を出して面接しておしまいみたいな、小論文もちょっと書きましたかね、はい、すごい簡単でした。ただやっぱりこの道を選んですごい良かったなっていうふうに思いますし、また同級生の子たちもですね、まあ、本当にもう誰もが知ってるような会社の、まあ、大手の会社に入ってみんな活躍しているのですごく刺激をもらってるんですけども、やっぱり自分としてはそれよりもこの道に進んで良かったなっていうふうにはすごく思っていますね。なのでやっぱり今ですね、この現役の子たちがですね、まあ、ダンスに一生懸命やってるっていうのはすごくいいことだなって思います。やっぱり何かにこう一生懸命やるっていうことはその後に、まあ、社会に出てもすごくこう活かせると思うので、まあ、勉強に一生懸命することも大事だとは思いますけども、勉強の延長があればですね、勉強の延長があって大学に入るのが目的じゃなくて大学に入って何かをしたいっていうことで勉強頑張るならいいと思いますけど、やっぱりダンスが好きでダンスに一生懸命やってる、頑張ってるっていうところはですね素晴らしいと思うので、まあ、応援したいなと思ってですね、まあ、ちょっとこの動画を撮らせていただきました。で、まあ、ほとんど私の無駄話でですね結構もう時間が経ってしまっているんですけども、まあ、そんな感じで私の母校はですね母校の、まあ、現役の子たち今頑張ってるので、ぜひ興味があれば
興味があればというか、ぜひですね、下に動画のリンク貼っておきますので見ていただければと思います。はい、まあ、今日はこんな感じで緩い動画をお送りさせていただきました。いかがだったでしょうか。はい、また今後はですね、健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひですね、 YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。延長戦です。はい、大事なことをですね、忘れてました。はい、このですね、動画を見ていただいている平沼高校のですね、お依頼さんがいらっしゃったらですね、ちょっとですね、検討していただきたいんですけど、平沼高校って昔から先輩セミナーってあるんですよ。先輩セミナーって、いろんな卒業生の、先輩方がですね、まあ、自分のこうスペシャリティというか、はい、分野についてですね、こう話をしてくれるんですね、高校生相手に。で、私も現役の高校生の時にすごくそれが印象的で、まあ、本当に芸術家の先輩だったりとか、まあ、いろいろなこう、まあ、社会でですね、活躍されている先輩方が来られて、すごくこう興味深かったというか、まあ、楽しかったんですね。で、私もやっぱり将来これ絶対やりたいなと思っていて、もしですね、これを平沼高校のですね、お依頼さん方が見られているのであれば、ぜひですね、私先輩セミナーでちょっとお話ししたいなって思っているので、検討していただければと思います。高校生たちに対してですね、やっぱりいろんな話したいなって思っています。まあ、高校生に対して、まあ、本当に、まあ、大学に進学して、まあ、会社に入って社会で活躍するっていうことももちろん素晴らしいことだと思うんですけども、まあ、私みたいに、まあ、平沼高校は専門学校に入ってですね、で、まあ、こういった分野でこう、まあ、今頑張っているっていうようなですね、ことをですね、まあ、自分の好きなことを仕事にするっていう、まあ、方法だったりとか、そういったこう、まあ、いろんな話をですね、したいなっていうふうに思っているので、もしですね、先輩セミナーで話せる機会があったらすごく嬉しいなって思っているので、ぜひですね、この動画をですね、平沼高校のお依頼さん見られているのであればですね、ご検討いただければと思います。それだけです。はい、ではですね、動画をご覧いただきありがとうございました。